て、お互い本気を出したんだ。最初は俺から行かしてもらうぜ先輩。そういうもん。受け取れ。バカが、お前ごときの魔法弾ぐらいで俺の得意分野の魔法に勝てると思うなよ。なんだか、俺の魔法に耐えてやがる。やってみないとわかんねえってことだよ。はは、俺の方がやはり上みたいだな。そのまま自分のマダンに飲み込まれて死ね。悪いな、俺は無抵抗で死ぬほど諦めよくないんでね。生意気なことをほざいても目の前の結果をどうしようもできないだろう。なんだよ、二人して楽しそうだな。俺も混ぜろよ。全然国王、カレンコ君で。なんだ、この無人の感じの女は。目の前の結果しか見ないからそんな言葉しか出てこないんだよ。よし、相手のマダンの威力が落ちた。このまま潰れの番組。お客さん、勝ちの理由は、普通に空間やらしい。なんだあれは、この技の圧縮空間。俺の圧縮空間が崩壊する。やばい、雪影、離れろ。しつこい。一体何度壊されれば気が済む。はぁ、あ、はぁ、あ、何度でも。挑んでやるわよ。私は霊体よ、5回殺したくらいで私が折れるなんて思わないことね。あら、どうしたの、さっきまで杖の先端で私の攻撃を止めていたのに。貴様、消えないというのは非常に厄介ね。知らなかった。恩恵は同じ人物に何度も発動したら待機時間が長くなる。恩恵は誤作動防止で一部は待機時間があったのは知っていた。だが、回数が増えるにつれて、待機時間が1分、2分、3分と1分ずつ増えてきている。それに、こいつ、戦闘力がさっきからずっと上がっている。私もここまで怪我したことなかったから知らなかった。いつもは肝心なところで役に立たないスロースターター能力だと思ってたけど、私の負荷がかかればかかるほど力が上がる能力持ってたもんじゃないわね。どうしたの、恩恵がなかったら私に致命傷を与えることもできないの。罪乗るなよ。次の恩恵で存在ごと消してやる。キルケがカムイさんに意識を向けている間に私はキルケの攻略を思いつかないと。そういえば恩恵の仕組みは他の魔女と同じなんだ。なら、さっき戦った双子ちゃんの時みたいに意識をキルケからそらせば恩恵は発動しない。待って、ならこの作戦でいけばキルケを。どうした、さっきまで私の力程度分けなかったんじゃなかったのか。お前の力がさっきから上がってんのよ。私は魔女、力なんかそこまで強いものじゃない。このままもらうぞ。だが魔法では圧倒的に私の方が上。一気に消してやるわ。すまない、せっかく追い込めたのに吹っ飛ばされてしまった。カムイさん、私はあなたに向けて超特大の霊砲弾を撃ちます。何を言ってる。あなたを撃ち抜けるならその背後にあるものなんか撃ち死なくていい。物や世界、人の犠牲、全てね。なるほど、そういうことか。私を攻撃対象にしてキルケごと攻撃をぶつけるってことか。オウカちゃん、私は死んでいる身だ。さっきから何度も身が滅んでいる。つまり今さら一度や二度身が滅ぶくらい何の問題もない。避けてね。遠慮しなくていい。難しいなら私ごと言って。やっぱりバカの一つ覚えのようにまっすぐ突っ込んできた。このまま消えてなくなれ、死者。真正面からもろに受けたわね。バカが、そのまま消えていろ。カムイの太刀、カムイ高麗戦。バカな。耐えれるわけ。まだ来る気か。あいつ、何をしている。何もないところで剣を振り回している。私は霊体から五感を捨てた。何も見えない、何も感じない、何も聞こえない、何も匂わない、何もわからない。五感を霊体から捨てることで人として必要な機能を失うことになる。だがそれをすることで得るものもある。リミッターの解除。人は五感から体に危険信号を発信し、身を守る。だが五感を捨てることで危険信号をそもそも受けないため、どんな重傷でも常に全力以上の力で戦うことができる。何も感じないから敵の位置も攻撃されているのかもわからない。だがキルケは攻撃を受けてもなお全力で攻めてくる私に警戒し、私を狙ってくるだろう。その時が攻め時よ、オウカちゃん。何をしているの。不気味すぎる。体にあれほどのダメージがありながらさっき以上の攻撃力。もう時間は経った。もう一度体を爆発させて終わりよ。恩恵。これで6回目。さすがに消滅したでしょ。よくも、カムイの太刀、カムイ高麗戦。
まえたぞ、魔女。剣撃を捨ててまでして何を。ここまでやってもお前が私に勝つのは不可能。わからないの。わかってるわよ。だから託したのよ。何？は？なんだあれは。私のオーラの10倍、いや100倍以上の力があるぞ。しかもあの女、恩恵の発動範囲外まで離れてる。早くあの女のところに行って恩恵で潰さないと。ふっ。逃げるなよ魔女、堂々と受け止めろ。なぜ？はだ。戻って。この剣は歯を透明化させる剣。名剣インビリブルソード。そんなバカな。私があなたなんかに。相手の隙をつけるとき、それは相手の想像を超えたとき。これは私が心の底から尊敬し、愛しているものから教えてもらった言葉だ。最後によく刻んでおけ。罪深き魔女。こっちも準備はできた。そのまま来て、大花ちゃん。行くよ。引き続き湧き上がる大地の精霊。カムイさん、逃げてー。ごめんね、大花ちゃん。私嘘ついたの。もうここで消えたら多分消滅する。もう元に戻るだけのオーラがないの。でも安心して、私の最後の役割ちゃんと果たすから。よく耐えたわ。あとは任せて。え、お前はパチュリー。こんなにボロボロになりながらよく耐えたわ。あとは任せて。はい、おのれ逃げてよ。これを止めて皆殺しにしてやる。扉を閉めましょう。そうだね、早く閉めないと悪魔たちがこっちの世界に入ってきちゃう。皆さん、本当にごめんなさい。パラちゃん、私たちが考えなしに封印石を集めたからこんなことになって。私はあの人と同じ大罪人だよ。なら、最後にちゃんと後始末しましょう。話はその後よ。はい、ごめんなさい。手伝ってくれる？私虚弱体質だからもうヘトヘトなの。私は見ての通りだ、お願いしたいんだけどいい？私はまだまだ元気だよ。任せておいて。皆さん。私も一緒に怒られてあげるわ。それが師匠の務めってものでしょう。パチュリー様。行こう、パラちゃん。はい。私、この人たちに出会えて、本当によかった。地獄と崩壊の境界に穴が開いた。やっとこのような普通な空間から抜け出せるのか。食い殺したい、思うがままに、欲望のままに食らい尽くしたい。崩壊に抜け出すぞ。よは。お前みたいな獣畜生を崩壊に出すわけねえだろ。さて、新人の俺が面倒ごとを受けたわけだが。これか、上から、崩壊から強い衝撃波を受けて地獄との境界に穴が開いたから早急に崩壊側の問題を解決して境界の穴を防げ、って言ってたやつは。仕方ねえ、地獄の番人、宮神宮豪鬼様がちゃちゃっと問題解決してやるか。
ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。